はい、山口敏太郎の食いしん坊です。これはですね、岡山県のわらび餅です。花鎌倉というあのお店があるんですが、そこはまあわらび餅の専門を歌ってるとこです。そこのわらび餅、バクッといっちゃいましたね。非常に粒子が細かい、きな粉の粒子が細かくて、餅の粘り気は こんなもんですね。普通ぐらいで悪くはないですが、今一つパンチに欠ける感じが、もう少し何かこう個性があってもいいような気がするんですが、まあブランチャブラン。ちなみにおまけがこの店はついてみまして、今回きなこ餅のおまけできなこ餅ということで、コーヒーきなこ餅というのを食べましたが、あら落ちちゃった。まあコーヒーゼリーでした。何なの。